えー、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます、えー、と今日はですね、バイクライトスピードトレーニングということで、えー、と今回のですね新しいアップデートになりますライトスピードのご紹介をさせていただければと思います。本日のセミナーですね、私、導入支援の担当しております、那須と申します。えーと 普段はですね、えー、プロフェッショナルコンサルタントとして、プロフェッショナルサービスのコンサルタントとして、LIKE、えー、の、まあ、導入するお客様に対してですね、えっ、ー、と支援をさせていただいているんですけども、きょはちょっとこちらのセミナーで、趣旨のアップデートのご紹介をさせていただければと思います。すみません。で、えっ、ー、と本日ですね、こちらテーマ書かせております、あの書かさせていただいておりますが、ライトスピード e e d という、まあ、新最新の UI ですね、いわゆるあのライクにアカウント に入った時きの、まあ、見えるフォーマットといいますか、まさに UI なんですけれども、こちらがアップデートされましたので、こちらでどういった、あのー、 機能が追加されたのかというところをご紹介させていただければなというふうには思っております。で最初にですね、えー、とユーザーの50%、こちらまあグローバルのユーザーのお茶けになりますけれども、半分のお客様が何らかの形で、まあ、すでにライトスピードをあの利用されています。なので、もしかしたらあの今日参加者の皆様の中にももう使ってらっしゃると。 という方いらっしゃるかなとは思うんですけれども、ぜひですね、えー、と皆さんの中でまだ使ってないとか、あんまり触ってないですよという方は、あのこのセミナーをですねあの踏まえて、えー、使っていただければなというふうに思います。うん、次ですね でえっと、簡単にですねざっくりこれまでどういうふうなあの経緯でライトスピードがリリースされたのかというようなところもあの簡単にご説明できればなと思いますけれども、このプロジェクト自体はこの9月ですね、去年の9月から進んでおりまして、まずは1つ目はですね既存の UI の強化ということで、例えば、従前にもありましたテーブルビューですとか、ボードビュー、これらの強化ですとか、新しくですねグラフビューというビューが追加されましたので、こちらの強化を進めてまいりました。 あとはですね、並行してお客様の声の収集ということで、えーとまあ、広くオープンな場であるコミュニティですね、掲示板形式でお客様の声を集めたりですとか、あとは製品チームとの,そのフィードバックの、えー、調整、あとはあとお客様直接ですね、ト、えー、ライクのアカウントから、あの お声を上げていただくこともできますので、これらもすべて鑑みた形で、えー、どういうふうに、えー、機能をアップデートしていったらいいかというのを、えー、と社内の方で調整しておりました。でそれらをもとに、まあ、2023年、今年のことしの8月ですね、で LIKE スピードがリリースされたというふうになっております。 でなので、えー、今日のゴールとしましては、ここに書いてあるとおりですね、新規のビューですとか、あとは既存のものでアップデートされた中での追加された機能ですとか、まあ、それらの具体的な操作方法ですね、こちらを皆さんにあの学んでいただければなと思います。まあ、あのご紹介させていただきます。であとですね、えーと、今回のセミナーの中では、えー、とデモ形式でちょっと えー、利用例みたいなのをこう交えながら、こんなふうに使っていくんですよみたいな形でご紹介させていただきますので、まあ、ちょっとより具体的な形での使い方というのを皆さんに見ていただけたらなというふうには思っております。 ででアジェンダになりますけれども、えー、とこちらにシュシュ、しゅしゅ、今回のアップライトスピードのアップデートで大きく変更されたものが、この5つの、えー、機能になっております。サイドバー、作業項目ビュー、新テーブルビュー、新ボードビュー、あとそしてグラフビューですね。これらを一つ一つご紹介させていただいて、最後、Q、Q&A セッションという,ふうになっております。では、早速、新しいサイドバーのご紹介させていただきます。はいで、えー サイドパーについて、ですねまずあの従前どうだったかと、まあ、今もあのライトスピードをオンにしてない場合はそのまま使えてますので、多分今もそういったあのこちらの従前のサイドパーを使ってらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、まずですねどういった問題点が今あるのかといいますと、まあ、ここに3つありますけれども、例えばレイアウトが固定されていますと、えー、いうことがあると思います。ななかなかこう 位置の変換ができないですとか、あとはスペースの表示がです、ね、固定になっていますと、例えばあの1回スペースを1回開くと、まあ、他のスペースに移動したいときはまたホーム画面に戻って,って、次のスペースに行ったりとか、そういうような形で、えー、と複数のスペースを横断する方にとってはちょっと不便な部分があったかなと思います。 あとカスタマイズできないということで、ここのちょっと画面にも隅にもありますけれども、このツールのオプションですね、この画面右上のドットのボタンを押していただくと、このツールがパーッと出てくるんですけれども、これがちょっと画面の右にあったり、サイドバー自体は左にあったりということで、すみません。 ちょっとあのマウスの繊維が右に行ったり左に行ったりという形で繊維が激しいので、まあ、そこの部分でのこう配置の悪さというところで操作性が若干悪いかなというようなお声をいただいておりました。なので、えー、今回ですね操作性の高いサイドバーになったことでし々様々さまざまな機能が追加されております。ちょっと1個ずつ順にご説明できればなと思うんですけれどもまずですね1つ目ですねこの左側のパネルに、えー、とサーチパートに いわゆる検索バーですね、これが追加されました。なので、ワークスペース内の項目をここから、えー、と探すことができます。例えばタスクの名前とかプロジェクトの名前ももちろんですし、ファイル名とですとか、あとコメント内の文章とかでもこちらで検索していただけます。はい、え2つ目に、ここ、ピン止めアイテムですね。これはあの従前でもこのピン止めアイテムの機能あったんですけれども、こちらのサイドバーにも。えー 配置されておりますので、例えば、えー、とよく、えー、見るプロジェクトだったり、カレンダーというのは、こちらにピン止めしていただいて、えー、直接アクセスできるようにというふうにできるようになっております。はい であとスペースですね、えーと、ここにスペースの名前、今ちょっと英語で恐縮なんですけれども、スペースの名前が今日あの入ってますけれども、ここを押していただくと、ドロップダウンで、この全部のスペースがばーっと出てきますので、まあ、スペースをここから遷移していただいたり、あとこのスペースの位置をこう、えー、並び替えをしていただいたり、そういうようなことができるようになっております。 で,ですね、えー、サイドバーを畳んでスペース画面を拡大することができます、えー。ちょっと後でデモの方で見せますけれども、このサイドバーがちょっと邪魔だなという場合は、ここのサイドバーを隠すようなこともできますし、このプロフィールのですねアイコンにアクセスしていただくと、まあ、プロフィールの編集だったりという設定を変えたりということができるようになっています。あとここにその他のマークがありますので、その他のですねツールの機能だったり、ここでえと確認することができるようになっています。はい でえー、とここのですね、えー、と下の方のスペースの右上にあの3つのドットメニューボタンがあるんですけれども、ここでスペースモードを変換することができます。ちょっと後であとでご説明しますけれども、ここで見せるスペースを、す、え、べ、ー、てスペースを見せるか、それとも、えー、と自分が見ている1つのスペースだけ見せるかみたいな,そんな形で、この表示をこう柔軟に変えられるようになっておりますので、まあ、そういったアップデートがありますよと。 ふうにえー、見ていうふでは早速ですね、ちょっと今、私の口頭だけの説明では分かりにくい部分もあったかと思いますので、えっと、実際の画面を使いながらですね、どういうふうに変化したのかというところを見ていただければと思います。こちらですね。で今、私の方でですね、このライトスピードがオンになった状態でスペースを見ております。でここ見ていただくと分かるとおり、えー、ここですね。 ここに検索バーが配置されています。これがいわゆる新しくなったサイドバーになっています。 例えばですね皆さんがマーケティング会社のプロジェクトマネージャーだとして、まあ、そうすると、マーケティングのマネージャーさんになりますので、例えばどのタスクが重要かですとか、あとチームメンバーが誰でとか、その人が動かしているプロジェクトの期限だったり、進捗状況を常に把握することが必要になりますと。問題が発生した場合に備えて、どの仕事をまあ優先的に対応するかというのを考えていこう必要がありますよねと。と のが1つありますあとはまたあの仕事をですね、作業を効率的あるいは効果的に進めるために、まあ、チームの皆さんにはなるべくですね決まった手順に従って作業を進めていただく必要があると思います。で、えーまあ、複数のプロジェクトを同時にこなすという風になると、まあ、コンテンツの作成だったり、キャンペーンの計画、まあ、あとは分析をするとか、まあ、そういったタスクをこう同時並行的に進めていくと。 ようなケースが考えられると思いますなので、ちょっとこちらも英語で恐縮なんですけど、今こういうふうにですね、マーケティングチームのためのスペースというのをここに作っています。で、ここのスペースに入っていただくと、えー、とサイドバーとツールバーというのが、まあ、ここで新しく強化された機能になるんですけど、この左側のこ,この、えー、黒いところですね、ここがサイドバーになっています。で、スペースに入ると、ここですね、この真ん中に配置されているのがツールバーになっています。 これを配置して、えーと、ワークスペース内、まあ、いわゆるこのアカウント内をですね、えー、操作しやすくなってますよというのが、このサイドバーのアップデートになります。で例えば、えーと、ここですね、今、私、コミュニティトレーニングというスペースにいるんですけれども、ここをクリックしていただくと、わざわざホーム画面に戻らなくても、今、私が共有されているスペースというのが、こうやって一覧で出てきますので、ここから別のスペースに、えー、遷移と。 いうのが可能になります。あとは、えーと、スペースモードというのがですね、すみません、ここですね、えー。選択したスペースのみ、あるいはすべてのマイスペースというふうに、ここで、えー、バージョンを変えることができます。今、私は選択したスペースのみ見てるんですけれども、マイスペースを全部オープンにすると、このようにですね、今自分が共有されているスペースというのが、このサイドバーに一覧となって表示されますので、こんなふうに一覧に表示になってますので、ここから遷移すると。 いうこともできます。で、このモードは切り替えが可能なので、まあ、あの皆さんのお仕事の、えー、状況ですとか、お、えー、好みに合わせて、このモードを変更することができます。あと、ピン止めですね。ここにピン止めした、えー、アイテムがここに一覧で並んでますので、まあ、よく見るフォルダープロジェクトですとか、よく見るカレンダーとかありましたら、ここでピン止め、ものですね、ピン止めマークを押していただいて、ここからジャンプできますよ。 というふうになっています。はい、なので、別のスペースを見ていても、このピン止めのアイコンを押して、そこにジャンプするというようなことが可能になっています。あとはですね、えー、とこのワークスペースのえー検索と、あとアイコンですね。これまでは、おそらく右上のこちら側にですね、配置されていましたけれども、まあ、どうしてもここで繊維が誤差をしてしまうというのがあるので、左側に全部集約しましたというふうになっています。 なので、まあ、ここから、えー、と操作性を高めて、皆さんがこうあまりフラストレーションなく操作していただくようにできるようになりましたという,うになっていますで、えーと。サイドバーですね、これあんまり必要ないですよという場合は、ですねここですね、えー、一番右上のところにサイドバー表示というボタンがありますので、ここをクリックしていただければ、えー、表示ができます。で、また表示いうのできますので。 えっとまあ、そうですね見ている情報が結構広いですとか多いという場合はこのサイドバーを順次、ね、切り替えていただければというふうに思います。あとこちらの中央のですねツールバーとよわれるここの部分ですね。 えここはですね、えーとまあ、新しくちょっとコンパクトなデザインに少し変わっています。抽選のものよりも、もっと,、えー、と視覚的に分かりやすいようなデザインになっていますので、まあ、機能はそのままに、えー、ただもう少し直感的に操作性ができるようにという形で、えー、とアップデートがされています。じゃですね、最後にですね、えー、このの右上の このボタンですね、例えば、えー、と何かじ、まあ、あのスペースの管理者ですとか、アカウントの管理者です、ね、の方ですと、例えば自動化のルール設定をしたりですとか、リクエストフォームを使ったりというの、は、まあ、あとは編集ですね、そういったことがあるかと思います。これが画面の右上に配置されましたので、まあ、ここから、えー、と設定画面にわざわざ遷移しなくても、直接ジャンプすることができますよと。 ということですとか、あと共有するボタン、今ちょっと押しましたけれども、えー、と何か任意のフォルダーですとか、あとスペースもそうですけれども、共有したいという場合は、ここから直接共有することができますので、よりシームレスなコラボレーションというのを促進することができますと。こんなイメージになっています、はい。これがサイドバーのアップデートになりますね。失礼しました。 まとめますと、サイドバーのところのアップデートですね、タスクプロジェクト、あとカスタム項目タイプですね、これらに画面の遷移なくアクセスが直接的に可能になりますと。となので、すべての作業を進めながら、まあ、必要な作業にこう素早く作業を遷移させることができますよと。でクリックを最小限に抑えて、より早く仕事ができるようになりますというのがサイドバーのアップデートになります。 次ですね作業項目ビューーのアップデートに移りたいいと思いますまずですね、ビフォーですね、えー、先ほどと同じように、えー、今までどうだったのかというところなんですけれども、えーと、作業項目ビューのところですね、例えばタスクを開いたりですとか、プロジェクトを開くと、まあ、このビューが表示されてくるかと思うので、いわゆる各タスク、各プロジェクトの詳細がここで見られるというようになってたと思うんですけれども。 えー、それぞれタスクだったりプロジェクトによって、このレイアウトがわあの変わったりですとか、ちょっと分かりにくいというところがあったので、まあ、操作が難しかったですよとか、あとタスクの詳細を探すのに、えー、と結構時間がかかりますとか、あとはですね、えーまあ、UI のところが若干柔軟性というのが悪くて、えーと、そこの部分でのお声をいただくことが多かったですとか。 なので、えー、アフターというところになるんですけれども、えー、と作業項目ビューですね、ここでちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、あの後でまたデモでお見,せさ、あのー、お見せしますが、ここですね、えーと、実際のレイアウト、UI のところを、えー、と刷新しました。はい こちらに、えー、刷新されましたと。で例えばですね、えー、どういった更新がされているかというと、ここにです、ね、ツール、えーと、タスクのサブ項目ですとか、ファイル、ここに、えー、と一覧で表示させるようにしていますと。カスタムフィールドは、ちょっと後であのでデモでお見せしたほうが分かりやすいと思うので、後でご説明しますが、こちらのです、ね、サイドボタンのほうに集約しております。 あと、ステータスがですねよりこう色付けがされているので、もう少し分かりやすく、進捗が分かりやすくこう確認できるようになりましたというところと、あとその他のメニューボタンですね、こちらも右上に集約されているので、ここから確認できます。で、ここのですねサーチフィールドという検索バーがあるんですけど、そこからカスタムフィールドの検索ができるようになってますというのがあります。 ではです、ね、継、え、承、ー、されたフィールドというのがあるんですけれども、例えば他の、えー、とスペースから継承、えー、されたカスタムフィールドがあれば、まあ、こちらで、えー、その他のフィールドの中からこうかあの確認ができるようになっています。ううになっています。では、えー、と早速デモの方ですねお見せしたいと思います。ちょっとあのイメージとしてというところなんですけれども、広告制作会社における業務というのをちょっと。えーと イメージししてご説明したいいと思います、えー、広告制作会社の方だとやっぱり、まあ、プロジェクトの全体の、まあ、まずどういうプロジェクトなのかという詳細の把握とあとはそのプロジェクトに関わる複数の関係者がいますのでど,どの方が何のプロジェクトに携わっているかと。 あとは、えー、とベンチマークですね、いつまでに何をやらなければいけないのかという作業を明確にしたりですとか、まあ、その繰り返し起こる管理作業っていうのをできるだけ削減して、スムーズに作業を進められるようにしないといけないと思います。で、えーと、例えばですね、このストーリーというところで書いてあるんですけれども、例えば制作発表会のデザインの作成を依頼されたうような場合にですね、えーと まあ広告に携わっているといグラフィックの選定だったりとか、この招待状のデザインもそうですけれども、あとはえとその依頼された顧客の方とのまあ承認を得て、その承認がこうどこまで進んでいるかというのをプロセスを管理する必要があるかと思います。なので、これをじゃあ、新しいライトスピードでどういうふうにやるかというのをご説明したいと思います。またこちらのデモ画面の方に入りました。例えば今、マーケティングの 広告制作会社の担当なので、例えばこのマーケティングの、えー、プロジェクトの中で、まあ、招待状のデザインというような形で、えー、今、仕事をしなければなりませんと、うんで。そこも英語で恐縮なんですけれども、まあ、あの機能のところで、あの動きのところを確認していただければなと思うんですけど、まずタスクを開くとこの、いわゆるこの新しい作業項目をビューという形で、えー、作業の詳細が。えー 見えるようになっています,ここです、ねはい、でタスクの詳細が表示されたら、まあ、チームメンバーの方はです、ね、ここで、えー、どういうことをしなければならないのかと、いわゆるここの説明欄のですね、ここの中を確認して作業の内容を確認しますとで。あとはです、ね、サブ項目、まあ、サブタスクですね、ここがあれば、まあ、ここから確認したりですとか、必要に応じてここで、えー 追加していただくとか、まあ、ファイルもここで追加する。まあ、これはあの前のバージョンでもあったかと思うんですけれども、ここがよりこう繊維がしやすく、このバーが固定されているので、まあ、ここで見て確認がしやすくなっていますよというような形になっています。ここであのシュッシュの接点のところがこう常に上部に固定されているので、こう画面をスクロールしても、えー、次の作業というのを確認しやすくなっていますよというふうになっています。あとはですね、えー、とこの そうですね、この日付の横にある、このさらに表示というのを押していただくと、このタスクに付随しているカスタムフィールドですね、ここが見えるようになっています。例えば場所、どこの、今、マーケティングのプロジェクトに入っているので、どのプロジェクト、あるいはスペースに所属しているのかですとか、こ,こは予算ですね、こういったカスタムフィールドの内容を確認することができるようになっています。 はい、もし、ここのフィールドがですね、えー、と結構多くて、ちょっと見づらいという場合は、ここのフィールドを検索というところをしていただいて、えーと、例えば任意のキーワードを入れていただくと、このフィールドを検索することができますので、まあ、そういった形でフィールドを見つけやすくすることもできるようになっています。あ、ねえー、とでねここちらで、まあこの 前ももあるんですけれどもコメントだったり、えー、と更新情報をこ,こ,でこちらで確認することもできますので、まあ、このアイテムビューを使って、えー、とチームのメンバーがタスクのどういうことをやらなきゃいければならないのかというのを、えー、理解して協力していただくというのに役立つかなと思います。 あとはですね、例えば広告の会社さんに勤めてらっしゃる方であれば特にかなとは思うんですけれども、やっぱりあのフィードバック、この資料の、例えば今回ですとクリエイティブインティミーションなので、まあ、招待状を作っているんですけれども、このデザインについてのフィードバックが必要になったりすると思います。なので、今ちょっと添付資料を開いているんですけれども、こんなふうにですね、えー、と何かデザインに関して、えー、コメントがあれば、ここからですね、 コメントしていただいたり、まあ、メンション適宜ですね、必要な方に対してメンションを送って、こ、はい、ういった形で、えー、とフィードバックを送って、で、受け取って、で、見直してというような形で、一連の作業をこのタスク内で完結させるということができるようになります。はい。で、以上になります。で、もちろんですね、えーと、ここの項目タイプにマーケティングというふうになってるんですけれども、こんなふうにですね、項目タイプがここに えとカスタマー項目タイプによって、ですねこのフィールドの中身というのをレイアウト変えることもできますので、その部分での柔軟性というのも担保してますよというふうなものになっております。はい、でまとめますと、作業項目ビューというのはどういう、えー、アップデートになっているかと、すみません、見ますと、タスクの管理、あとは関係者の整理、まあ、担当者ですとか、あと共有するメンバーの管理ですね、あとは管理作業の削減。 これらをこのアイテムビューの中で、えーと一えー、一箇所で実現することができますよというふうになっています。えー、と今、タスクの方であすいません、えー、見ましたけれども、フォルダだったり、プロジェクト、これらもすべてあの先ほどの作業項目ビューの の UI になっておりますので、まあ、これを同一のフォーマットで表示させることができるので、まあ、わざわざ、えー、プロジェクトだからこうとか、タスクだからこうというふうな形で操作性が変わるというようなことはないですよとで。スムーズな操作によって、皆さんのチームのメンバーの方がよりこう、えー、やらなければならない作業だったり、お仕事にこう集中できるようになっていますよというのが、作業項目ビューのアップデートになります。はい では次ですね、新テーブルビューの更新に移りたいと思います。テーブルビューですね、例えば、えー、とどういうお声を従前いただいてたかといいますと、えー、労働時間が長いですよというのがお声としていただいておりました。テーブルビューのところにクリックすると、どうしても読み込みに時間がかかってしまって、その部分での不便さというのがありましたというのと、あとカスタマイズですね。ここがちょっと,、えー、とあんまり限定的だったので、その辺の操作性というのが、えー、悪いと。 いいいうのはお声をたただいておりましたで、まあ、それらを改善したのが新テーブルビューになっています。まあ、ここでハイライターとしていくつか挙、えー、げさせていただいておりますけれども、まず1つ目、機能の統合ということで、えー、と今もあるこのリストビューですね。 それとテーブルビューの利点というのをまとめて、で、一括でテーブルビューで、まあ、リストビューと同じようなことができるように、えー、統合しましたというのが一つ目です。あと、一括編集ですね。これがリストビューでできた、まあ、特徴であ,るでありメリット、大きなメリットの一つだかなと思うんですけど、これをテーブルビューでも実現できるようにしましたというのがあります。あとは、ロード時間の短縮というのと、コンパクトなビューというのは、まあ、この、えー、とテーブルビューの見た目を えーとよりコンパクトにぎゅっと圧縮した形で、えー、画面上のこう見えやすさだったり、えー、と繊維の仕方っていうのをやりやすくするようにできになりました。あと、ハイパーリンクの実装という形で、えー、と外部サイトへの繊維というのもしやすくする形で、まあ、テ,テーブルビューで外部リンクを埋め込んだ時も、えー、しっかりハイパーリンクとして、えー、と外部サイトにリンクができるように、えー、そういうふうな形で,での適用ができましたというのがハイライターになっています。 はい、では実際、ですねデモで動きを見ていきたいと思います。 今回の場合は、例えばイベントを企画している方のケースと想定してご説明したいと思います。例えばイベント企画者だと、プロジェクトの期限と、あとステータスですね、進捗どこまで進んでいるのかという把握がまず1つと、あとリスクだったり、疎外要因がないかというのの確認、あとはプロセスの標準化ですとか、あの優先的にやらなければならないタスクの可視化、あとコラボレーションというの、他のメンバーの方とのコラボレーションの強化が必要になると思います。 うんでまあ、ちょっと先ほどのマーケティングの、えー、部分と多少重なるんですけれども、まあ、招待状のデザインですとか、招待客のリストの整理、あとはケータリング、軽食とかの準備ですとか、まあ、その種々さまざまな設備の調整など、これらが必要になると思いますと。でこれを同時し、えー、並行して進めていくので、まあ、どれをいつまでにで優先しなければならないタスクはどれなのかというののを、えー 見極めながら、まあ、複数のチームから、えーあえー、アサインされた担当メンバーと共に進行していきましょう。というようなものになっていくかと思います。じゃあちょっとデモで見せますね。はい。こっちかな。はい。えープルビューがこっちになりますね。今。 ここのスペースの、えっ、ー、と、ニューテーブルユースケースというところを開いています。これが、えっ、ー、と、新しいテーブルビューの動きになっています。ちょっと待ってくださいね。はい。で、えっ、ー、と、それぞれのアップデートのところを見ていきたいんですけれども、例えば、えー、そうですね。ここに、今、すべてのタスクが入っているんですけども、ちょっと待ってね。 タスクが入っているんですけれども、例えばファイナンスですとか、マーケティングですとか、あとはこのロジスティック、まあ、いわゆる、えー、と設備周りですね、あとはヒューマンリソースとかも、まあ、こういった形でプロジェクトが並行して進んでいますよというのがあります。で、ここ見ていただくと分かる通り、えー、ここですね、画面の線ですね、ちょっとあの見た目がもう少しあの視覚的にあのアップデートされているというのが。 ちょっととかかるかなと思います色分けがされていたりですとか、まあ、担当者がこんな風にです、ね、えう、ー、と分かりやすくこうアイコンもつけて表示がされるようになっています。でそこの部分での視覚的な要素というのが改善されたかなと思います。あとはですね、えー、ここのビューの見方ですね、ここの密度というのをデフォルトからコンパクト、こういう風に変えると、まあ、もう少しあの内容をですね、よりこう 要素だけ抽出するような形になるので、まあ、画面の使い勝手が向上して、まあ、より多くのタスクを同時に表示させることができますよと。なんで、もしここのタスクがです、ね、たくさんいっぱいあるという場合は、この密度を変更して、まあ、必要なタスクだけをこう抽出できやすくするというようなことができると思いますと。あとはです、ね、ここの右上のその他のオプションがあると思うんですけれども、ここで、まあ えーとここですね、ここのチェックマーク、いくつかついてると思います。ここをですね、あの任意の,あのオプションをオンにしたり、オフにしたりして、まあ、必要に応じて表示を変更することができます。例えばですけれども、セルの境界線を追加して、もうよりエクセルライクな、えー、見た目にするですとか、あと、親行の追加ですね、ここですね。なので、もし、えー、と今、私はここの、えー プロジェクトを開いてますけれども、もし下の階層に行っても、えー、親行の表示がされているので、ご、う、めんなさい、ここからですね。また、その上の、えー、階層のアイテムに戻るというようなことがこうしやすくなってます。 いう,ふうになってます、まあ、これもあの多分ニーズによって様々だと思うので、まあ、これを見えるのか見させないのかというのを皆さんの方で個人でオンオフ切り替えていただくというようなことができるようになります。 ではです、ねえー、と例えばカスタムフィールド、ここにもいくつかあの入ってますけれども、まあ、これ単一選択ですとか複数選択のカスタムフィールドタイプを使ってらっしゃる場合は、こんな感じで,です、ね、色分けすることができます。オプションによって色分けすることができるので、まあ、今こういうふうに数字によって色分けがされてますけれども、えー、とこういう新機能がアップデートされましたので、例えば、まああの いろんなオプションがたくさんある場合はですね、効果的にグループ化したりですとか、まあ、それによってその選択肢を選ぶっていうオプションも、えー、と見やすくなるかなというふうに思っています。あとはですね、例えば、この、そうですね、チームが今、ここですね、例えばチームのオプションが今、この4つの選択肢があるんですけれども、例えばマーケティングじゃないですね。 えー、HR とかにして、で他のタスクも同じですよという場合は、エクセルのようにですね、こういうふうにドラッグができますので、こんな形で一括編集みたいなことを、えー、することができるようになっています、はい。なので、これによって作業の、えー、スピードアップというのができるかなと思います。 あとですね、先ほどお話ししましたけれども、リストビューのえーと同じように一括編集ができるようになってますというので、任意の例えばタスクを選択していただく、あるいはコントロール A とかで全部あのシフトを押しながら全部選択とかいうふうにしていただくいた上で、例えば担当者を追加するとか、再割り当て、別の方に割り当てを当てるとか、ステータスを変えるとか、そういうようなことができるようになってます。 で、えっと、テーブルビューでもそれらが、えー、できるようになりましたよというのかあーテーブルビュー、新しいテーブルビューの大きなアップデートの一つになっています。はいあとですね、えー、ハイパーリンクが適用されたというのもあると思います。ここにですね、ちょっと見にくいですけれども、一番端に。 URL が添付されていますので、ここからですね、例えばちょっと1個してみますけれども、あの別のサイトの方に直接ジャンプすることもできますので、えー、このような形で音声の中で、えー、使っているリンクがあれば、まあ、そこに、えー、直接叩いてあのアクセスできるようになりますというのがテーブルビューの、えー、アップデートになります。 でまとめですね、新テーブルビューは可視化の促進、あとロード時間の短縮、優先順位付け、これらを実現する機能となっています。なので、まあ、先ほど電ボでご紹介しましたけれども、リストビューとテーブルビューの機能のメリットを全部、あの新テーブルビューの方で統合して、え一括編集だったり、えーと、ハイパーリンクの適用だったりという形で、より効率的な作業を可能にしますというのが新テーブルビューになっています。では続いて、シーンボードビューですね。はい あのいわゆる看板ビューになると思うんですけれども、これも、えっ、ー、と、従前のところで言いますと、例えばサブタスクがボードビューだと表示されないと いうようなポイントがありましたと、あとタスクの編集ですね。いちいち1個1個のタスクを開かないと編集ができないので、ちょっと作業効率が悪くなりますねというような話。あと、UI のカスタマイズというところで、そこの部分が若干性の制限があったので、若干使いにくさ、柔軟性の悪さというのがお声としていただいておりました。 なので、新しいボードビューでは、まずサブタスク、これのプレビューという形で、ちょっと後でお見せしますが、サブタスクがもっとより分かりやすく表示されますというのと、タスクのです、ね、カスタマイズ表示というのが、タスクが持っているカスタムフィールド、これが分かりやすく表示されてきます。あと、タスクの更新というところでは、いちいちタスクをこう開いて、ポップアップで出してというようなことをせずに、データの編集ができます。 では、ちょっとデモのお見せしながらご説明したいと思います。今回はソフトウェア開発チームでの管理というのをちょっとテーマにしてお見せしたいと思います。ソフトウェア開発だと、やはりですね、戦略的な何かビジネスゴールがあって、それに対しての業務の遂行という形になりますので、優先順位は明確に透明性かつ軸の ある何かの軸に沿った形での優先順位付けだったり、ステークホルダーですとか、あの関係者の皆さんとのフィードバックの共有だったり、あとはロードマップですね、えーまあ、いわゆる長期的なプロジェクトになると思うので、その部分での管理って、えー、が必要になってくると思います。なのでで、えー、ここの場合はですね例えば プロジェクトが複雑で、例えばバグの修正とかテスト開発、ここまでの一連のタスクを管理する必要がありますよというケースで、じゃあ、ボードビューを使ったときにどんな風うにできるのかというのをお見せしたいと思います。ボードビューの表示になっています。ちょっとまた見え方が若干変わっているかなとは思います。まあ、前もそうでしたけれども、ドラッグドロップで、まずステータスのタスクの変更ができますよと。 いうのが一、えー、つですし、あとは、えっ、ー、と、ここにですね、あの、ビジュアライゼーションといいますか、このインポータンス、重要度とかも、ここで、えー、と表示がデフォルトでされるようになっていますので、まあ、それの視認性が高くなったかなと思います。あと、このタスクをですね、例えば詳細知りたいですというふうになったときに、こういうふうにですね、クリックすると、横で、先ほどの作業項目ビューでタスクが開きますので、こう、 先ほどビューを見ながらタスクの編集というのができるようになっていますで。ここで例えばですけれども、えーえー、担当者の方を確認したりというのもできるようになっています。もちろんですね、ここから、えー、直接です、ねえー、担当者を追加したり変更というのもできるようになっています。このわざわざ一定、作業項目日を開かなくても、例えばこの担当者を変えたり、えー、することは できるようになってますあとはこの日付とかでもですね、こんな形で直接的に叩いて変更というのもできるようになってます。ではですね、ここのカードというふうになってるんですけど、これがいわゆるここの、えー、それぞれのタスクで表示する、今ですとインポータンス、重要度ですとか、例えばあの、えー、設定されてるカスタムフィールドがいくつか表示されてるんですけれども、 ここに表示するものを、えっ、ー、と、いわゆるカスタマイズすることができます。今ですと、インポータース、この重要度がオンになってますけれども、これをオフにすると見えなくなるとか、ということが、オンオフができるようになってます。なので、もしこの看板ビューで、えー、とすぐですね、確認したい情報がある場合は、ここの中から任意のフィールドを選んでいただくと、あるいは任意の日付を選んでいただいて、ここのカードの中身を編集するようなことができますよ、というふうになっています。 はい、でもちろん、ですね先ほどお見せした通りえっ、ー、り、詳細に変更したい場合とか、中身をもうちょっと,、えー、と見たいですとかいう場合は、こういうふうな形でアイテムを開くことができますので、ここから、えー、見て、編集も、えー、可能になっています。はい、あとは、ですねサブタスクがあるタスクの場合は、ここにですねちょっとタスクのカードの下に、ですねサブ項目を表示という形で。 サブアイテムを開くことができます。で、プレビューがここで見れるので、まあ、もし、えー、とステータスと担当者、あと日付といったところまでは、この簡単に、えー、サブタスクの確認ができるようになっています。はい、ではですね、もしこのステータスの中で、あんまり使わない列とか、えー、そういう場合はですね、ここの折りたたむということもできますので、も、まあ、しこのここもそうですね、延期キャンセルとかも折りたたまれていると思うんですけれども、 こんな感じで、えーと、ボードビューをよりこう見やすくするというようなこともできますので、まあ、全体像の把握というところではあのよく、もう少し見やすくなるかなと思います。それがボードビューの一覧になって、あの更新の、えー、一覧になっています。ボードビューのまとめのところですね、タスクの可視化と優先順位とステータスの更新というのをより簡単にボードビュー上で行えると、えー、いうことが、えー、まとめになっております。 で作業の可視化だったら優先順位付け、あとはステンタスの変更とかも、このビュー上で、えー、できるようになってますよというのが、ボードビューの更新になります。最後ですね、グラフビューの更新になります。グラフビューは新しく追加された、えー、ビューになっています。でえーと 簡単にですね、ハイライトとしてどういうことができるのかというのをここにまとめております。いわゆるですね、このスペースの中身のデータを用いて、えー、簡単な分析をすることができるというのがグラフビューになっています。えー、とデフォルトでですね、6種類の,のこういったグラフを用意しておりますので、まあ、これを切り替えて、えー、データの分析というのができるようになっています。カスタムフィールドを用いたりですとか、えー、ドリルダウンの機能を用いて、まあ、少し詳細,詳細なデータを でえー、とグラフを細分化みたいなこともできるようになってますので、えーとまあ、簡単な分析であれば、このグラフビュー上で、えー、特段そのフォーマットをこう作る必要なく、えー、できますよというのがあります。あと、エンタープライズピナクルをですね、えー、ご契約していらっしゃるお客様であれば、えー、ともしタスクにですねこういった財務とか予算のデータも入っていれば、まあ、ここのデータの中に組み込むこともできるようになってますよというのがグラフビューになってます。 ではちょっとこちらもですね実際にデモを使いながら見お見せしたいと思います。例えば、ですねチームの責任者の方々が、例えば、えー、そのチームごとにある指標だったり、えー、がどれくらいできているかできてないかっていうのを見たりですとか、あとは、まあ、その全体的なモニタリングですね、えー、それを実施するために、えーとこ,うまあ、このグラフビューを使って見ていきましょうと。 ようなものになっています。なので、ソフトウェア開発だけでなく、広報ですとか、カスタマーサポートとか、いろんな領域にまたがる案件管理っていうのをマネージャーさんは見る必要がありますよね。となので、これでグラフビューで見ていきましょうと。ちょっと英語だとチャートビューというふうな名前なので、グラフビューではないんですけど、日本語だとグラフというような名前になっていると思います。でこれで、えーと、ビューを追加するときに、 ここですね。ここにグラフビューが追加されています。なので、ここを選んで追加していただくと、特段その、なんてうんですかね、えー、と必要な操作とかも一切なく、もう簡単にそのこのコミュニティトレーニングというスペースにあるデータを用いて、まあ、勝手にこういうふうなレポートを出してくれるというようなものになってます。今ですと上部がこのタスクとプロジェクトというふうな形でこう、ウ、ま、ィ、あ、ジェットみたいな形で出てきてるんですけれども、えー、全部のタスクの 例えば、これは担当者別で、今ここですね、担当者別で見てますけれども、例えばステータス別で見たり、担当者別で見たり。プロジェクトレベルだと、ステータスはどうかとか、担当者は誰にアサインされているのかっていうのをこう一覧で、ビューで見ることができますよと。で、今これ、棒グラフになってますけれども、例えば円グラフで見たりですとか、データの種類によっては、 こんなマップで見たり、ちょっとこれだと分かりづらいですね、これでも分かりづらいですね、縦型、横型のグラフで見たりというようなことができるようになっています。なので、これを選択していただいて、自分の見たいデータを切り替えていただくというのももちろんですし、あとはですねカスタムフィールドでより細かく見ていただくということですとか、フィルターですねで、ここでこう担当者を絞って、データの分析をすると。 こんなことができるようにななっっててるののがこのグラフににますで他にも、ですね例えば、えー、とそのチームの指標に応じて、ですねこれはもうデフォルトでセットされているものからしかちょっと選べないんですけれども、もしそのチームの、えー、見なければいけない、例えばそうですね、プロジェクトが完了しているものはどれですかとか、期限切れのプロジェクトはどれですかとか、こういうのを確認したいんだよねという場合は、これを選択していただければ、ちょっと今データないですけれども。 こ、まあ、んな形でビジュットをこう簡単に制作することができるので、まあ、ご自身の見たい角度でのグラフデータというのをすぐに見ることができますよというふうになっていますで。これですね、ただ棒グラフを見るだけではなくて、例えばこの new のこの棒グラフを選択していただくと、タスクの中で、えー、ステータスが new のものというのをここで一覧で表示して、 かつ詳細もこういうふうに個々のタスクを開いて確認というのもできるようになってますので、っとやる大きなビュー、マクロのビューからより細分化して、シュシュのタスクのデータの確認というところまでを一気通貫で、このグラフビューの中で行うことができるというのがグラフビューになっています。はい、これがグラフビューのアップデートになります。 はい、まとめになりますね、マネージャーさんが、ライクの上のタスクを、えー、グラフビューを使って分析をすることができます。まあ、本当にあの分析の中身自体は結構簡易的なものになるので、かなり細かい分析というところまではできないんですけれども、まあ、単純な指標であれば、それだけ、えー、ビューを追加さえすれば、それ、見えますよというようなものになっています。はい 最後にです、ね、まとめのところなんですけれども、ライトスピードはチームの作業を可視化管理することで、えー、効率的な業務の遂行を実現しますと,、えー、と。ユーザーエクスペリエンスで強化されたビューと機能によって、チームの連携をより高めることができるのがライトスピードになるので、ぜひです、ね、まだ使ってない方、あるいはまだあのちょっとしか使ってないよという方は、あのライトスピードをオンにしてです、ね、試していただけると幸いです。 でえー、と最後にですね参考サイトになるんですけれども、弊社のヘルプセンターのサイトがあると思います。でここにですね、えー、今回ご紹介した、えー、新しいビューですとか、えー、そうですね新しい機能のところ、えー、機能ごとにページを設けております。ただです、ね、今すべて英語版のみの準備になっておりますので、あの順次、日本語版に、えー、と翻訳はされると思うんですけれども、もしですね詳細、概要のところを確認したいという場合は、こちらをご覧いただければと思います。 あと、えっ、ー、と、コミュニティの方ですではですね、今日のセッションの他に、まあ、他のセッションのご,、えー、ご紹介だったり、えっ、ー、と、あとは、あの、最新情報ですね、こちらも公開しておりますので、ぜひ、ご興味のある方は、こちらにアクセスしていただければと思います。はい。ちょっと駆け足になりましたが、ライトスピードの概要アップデートは、えー、こちらで以上になります。はい。 えー、それでは皆様、えっ、ー、と、最後までお,お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。新しいライトスピードの、えー、とご活用が進むことを、えー、我々一度願っております、えー。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。